丸散歩のお時間です、えー、○丸散歩久しぶりですね。しかもね今日の丸散歩いつもとねロケーションが変わって、えー、見えますかこちらねか神棚の前で、えー、撮ってるんですが。 これはね東京のね「いつも僕が上にしいるホテルの中で撮っています。えー、僕ののね、上のホテル」はなんとこういうふうにね神棚をね取り付けられるようななぜかわかんないけどこのねちょうど神棚に適した、えー、このね、えーまあ、棚があるんだよねなのでここで撮ってるということです、うん、今回のね「まるさんに関してはテーマは3つあります、えー、1つはね、 まず来週からとうとうインドに出張に行くんだよね、えー、インドは、えー、正味6日間、えー、そして、えー、飛行機の、ね、機内泊が2日あるので全部で8日間の海外出張になります このやっぱりね海外出張をやるってことになるとねその前後がいろいろとね普段の生活のねこうしわ寄せっていうかあるからね今まで結構僕はね忙しかったというかねやることいっぱいあったんだよねそしてえ帰ってきてなんと2日後には伊勢神宮ツアー1泊2日の伊勢神宮ツアーもあるんだよねいやーハードですね超ハード えー「丸さん大丈夫ですかそんなに詰め,こ詰め込んで」っていうふうにね、えー、心配してくれる人もたくさんいるんですがまあそこはね、えー、自分の、えー、体調の管理であるとか、えー、仕事のねいろいろと割り振りなんかをね、えー、頑張ってやっています。でもねねさすがに ちょっとね無理して、えーまあ、徹夜のような、ね、感じでやったりとかもしていて、えー、ちょっとね疲れが溜まってたりもするかななんていう感じなんですなのでね今日は、えー、ホテルですけれどもまあ、えー、この YouTube を撮ったらね、えー、少し休んで、えー、ち,ょちょっとねマッサージをしてもらったりとかね、えー、して過ごそうと思っていますこのね、えー、インドに何で行くのかというとまずはこれです 見えるかなこれようやくできたんだよね、えー、アガスティアの葉ジャパンの、えー、僕の、えー、会社で作ったアガスターの歯に関するパンフレットです裏面はこんな風になっててね、えー、そして開けるとアガスティアの歯って何なのかっていうことがこう書いてあります こちらもね、えー、まあ、結構すったので、もしね、このパンフレットが欲しいっていう方は、えー、概要欄にも貼っておきますので、そちらからね、えー、応募していただければ、えー、こちらから郵送料、こ、えー、まあ僕の会社のね、スピリッツアウォーターが負担をして、皆さんのところにね、えー、このアガスティアの歯のえー、パンフレットをえー、お送りしたいと思います。まあ、パンフレットだけだけとととね、ね、えー、ね。えちちょょっっななんか味気ないので、他にも、ねちょっとね お楽しみのののの僕からのプレゼントのものをねいくつか入れて送ったりしたいなあなんて思っています。さてこのインドなんですがインドに関してはね なん、えー、でインドに行くのかというと、えー、今言ったアアガスティアのの、えー、聖者にに会いい行くということなんだよねそして僕自身がアガスティアの母で、えー、カルマの解消を依頼してくれた方が今約30人いるんですけれどもその方たちのカルテを持って僕自身が祈ってくるということなんだよね。 ここまでのねアガスティアの母のサービスでやってるところはないと思いますね。なのでかなり丁寧な、まあ、サービスをきちんとすると。やっっぱりねねカルマの解消ってすごく、ねえー 行う人にととっては重要なことなこので僕はそれに対してそれなりに責任を持って自分自身がインドに行って、えー、インドのね聖者にお願いするだけではなくって僕自身が故信徒の神官としてインドの政治で祈るってことをやってくるってことなんだよね。そそのためににインドに行くわけですそしてもう一つ 当然、えー、僕はユーチューバーでもあるのでインドでねどんなことが、えー、面白いことが待ち構えてるのかっていうことをネタにしてそれもね、YouTube、で配信したいいと思います。それから、えー、インドに出張に行くのにねだいたいねいつ頃マ丸さんが日本にないのかっていうのはこれ分かっちゃうのでルさんの家は、えー、空き家になっちゃうわけだからね。 えー、泥棒に入られるんじゃないですかっていうことでね、えー、チーム1000%のスタッフが、えー、心配をしてくれました。ということなのでそこに関してはね防犯システムも強化して大丈夫です。 えー、泥棒に入られても大丈夫っていうかね泥棒に入られないようにもしてるしまあ入ったとしてもね、えー、一番のね金目のものは絶対に、えー、盗まれないような措置をもうしてあるのでまあ泥棒さん、えー、まあね入れるものなら入ってみなっていうような感じなんですが大丈夫です。えー ということでね、防犯も万全にしましたので、えー、これはね、えー、まあ、えー、心置きなくインドに行ってこようと思ってます。そして、えー、伊勢神宮ツアーです。この伊勢神宮ツアーは、フェイスブックでもね、かなり詳しく書いてあるんですけれども、えー、もうね、約4年ぶりなんだよね。 この伊勢神宮ツアーは僕もねいろんな神社ツアーに参加したりとかね僕自身がいろんな神社ツアーをやってるんですがこの伊勢神宮ツアーだけはねもう超特別な神社ツアーでこのレベルの伊勢神宮ツアーを再興しているところはまずないと思います。自信を持っていますね。な、えー、なぜならば、 これはものすごく僕が時間と費用をかけて特別なことをやるからなんですよ。 相当なエネルギーがかかるのでこの伊勢神宮ツアーはまあないいかななというレベルです。なのでねこの伊勢神宮ツアー伊勢神宮にすでに行ったことがある人でももうほとんど体体験験したここととががないことが体験できます。もちろん伊勢神宮に一度も行ったことのない人はこれを機会にねこの伊勢神宮ツアー参加してもらえたらいいなと思っています。 当然ながらそういうことなので現在ね、えー、たくさんの人に、えー、参加の応募をいただいてますが、えー、かなりのね遠くから、えー、わざわざ北海道とかね、えー、からも参加する人なんかも、えー、あります。この伊勢神宮ツアーまだ若干空き席がありますが締め切りが今週の金曜日、えー、12日ですね。 12日の金曜日が締め切りになってますのでこれを見てね、えー、興味のある方は是非、えー、参加を、えー、してもらいたいなと思っていますそして今日のね「ま散歩んぽ」の、えー、お話しするテーマの3つ目ですライブ配信をいたします。 えー、5月はねそんなことなので、えー、ゴールデンウィークもあったし、えー、インドの、ね、出張もあるし伊勢神宮もあるということで僕自身がもう詰め詰めのスケジュールなのでライブ配信は1回しかできないんだよねこのライブ配信、えー、いつやるのかというと5月13日の土曜日、えー、20時から、えー、行います。 えこれからインドに行ってくるよっていう話であるとかゴールデンウィーク中に起きたねえ何かトピックスがあればその辺の話もしたいと思いますそして今回もこのライブ配信に関してはリアルタイムで見てくれた人には豪華プレゼントがね皆さんの手元に行くようにそういったこともやっていきたいと思いますということで、えー、今日は久しぶりのバル散歩でしたが 最後ままで見ててくれてありがとうございます、えー、それから、えー、まだ、えー、初めて見てね、えー、チャンネル登録をまだしてない方は是非チャンネル登録をよろしくお願いいたしますということで、えー、またお会いしましょうじゃあまたねーバイバイ